1ヶ月で5キロ痩せました。マックス86キロまでいったんですよ。身長が176センチなので、まあ、86キロっていうと結構平均よりオーバーしてる。1ヶ月で5キロ痩せようと思ったわけですよ。5キロ痩せるためには何をしなきゃいけないかということをですね、今日は皆さんにぜひお伝えしたいなと思っております。なんかいろんなこうダイエットの方法っていうのが溢れてる、そんな中で確実に痩せる方法、3つのポイントに絞って皆さんにお伝えしたいと思います。まず1つ、はい、これはもうダイエットといえば必ずやらなければいけないということなんですけれども、適度な運動と食事制限、王道ですよね。やっぱりカロリーを調整するっていうのが、まあ、一番そのダイエットするのに必要不可欠なこと。まずジムに週に3、4回は通う。そこでやることはまずストレッチ、全身の筋トレですね。その後に有酸素を30分、まあ、カーディオでも走ってもいいんですけども、やるというのを、週に3回から4回実践しました。で、あと食事の方なんですけれども、食事誘発性熱生産性というものがありまして、これは何かっていうと、例えば100キロカロリー摂取したとしますよね。でもその100キロカロリーが炭水化物なのか脂質なのかタンパク質なのか、これによって摂取するカロリーが変わってくるっていうことなんですよ。例えば100カロリーを消費した時に、そのうちの何パーセントかは摂取する時に使うっていうことがあるわけですよね。これが実はタンパク質と糖質、脂質で割合が違うんですよ。まずタンパク質っていうのは 30% が、平たく言えばチャラになるんですよね。100キロカロリー摂取した時に30カロリーはなかったことになるんですよ。糖質と脂質はどのくらいかっていうと、糖質は 6%、 そして脂質は 4% なんですよね。なので同じ100キロカロリーを摂取した時に、糖質の場合は6キロカロリーしか消費されない、そして脂質に至っては4キロカロリーしか使われないということなので、だいぶタンパク質を摂るよりも損するわけですよね。タンパク質を多く摂る食生活に変えていく、まあそうすると筋肉もつきやすいので、太りにくい体になるという、さらにいいメリットがあるということで、食事をまずタンパク質中心に変える。でその時に私がやったのは、今コンビニでも売ってるんですけど、あのカニカマバー、これがねなかなか飽きのこない味で、でタンパク質が多くて炭水化物も多少入ってるんですけれども、とってもダイエットに有効な食品です。であとは豆腐バー、サラダチキンですね。でこの3つがお腹空いた時に私が食べていたものです。ただまあちょっとサラダチキンもカニカマバーも豆腐バーもいつも食べてると飽きるので、もうちょっとこう味があるものを食べたいなと思った時は焼き鳥を食べてました。で焼き鳥もできるだけ塩で食べる。焼き鳥だと結構食べた感覚になるのでお腹がね意外と満足できたんですよね。であとはですね、冷蔵庫に私トマトが好きなのでトマトをいつも入れておいて、ちょっとお腹空いた時にトマトを丸かじりして食べてました。であと夜の食事はできるだけ鍋にする。練り物とか入れちゃったらあれなんですけど、炭水化物をかなり抑えられるんですよね。まあ、野菜とあとは鶏肉中心にして、できるだけ炭水化物脂質を抑えた食事を夜する。運動と食事制限に関してはこれを私はやりました。そして2つ目のポイント、ダイエットが続かない理由として、もうストイックにやりすぎちゃう、絶対に炭水化物食べちゃダメとか、なんか必ずジムに毎日行かなきゃダメとか、そういうこう決まり事を作っちゃうと、それがストレスになって嫌になってきちゃうんですよね。でモチベーションが上がらなくなる。体は痩せていってるんだけど、なんかこう精神の方がちょっと病んでくることが起きるので、そうならないようにメリハリをつけるってことですね。でこのメリハリをつけるのにどうしたらいいかっていうと、週に、まあ、1回から2回は何でも食べていいですよっていう日を作る、あえて。でもそのさっき言ったような食生活に変えていくと、だんだん胃がそれに適応して、ちょっとこうあんまりいっぱい食べれなくなるんですよね。だから何でも食べていいですよって言われても、そんなに量を食べなくなるんですよ。だから例えば友達と食事に行った時とか、まあ、恋人と食事に行ったり家族で食事に行ったりする時はあんまり
節制せずに、好きなものをその時は食べる、その場を楽しむっていうことをすると、あ、じゃあここ楽しんで食べたいもの食べたから、明日からまたちょっと頑張ろうっていう、そういう気持ちに切り替えられるので、できるだけメリハリをつけて、今は食べていいですよ、もう好きなもの食べようっていう日を作ってみてください。これが2つ目のポイントです。そして3つ目のポイント、人に見てもらうってことですね。で、この人に見てもらうっていうのは、今の時代ね、 SNS、 多分皆さんも何かしら Twitter とか Instagram とか Facebook とかアカウント持ってると思うんですよ。誰かが、あ、ちょっと痩せてきたねとか、この辺がほっそりしてきたねとか、筋肉がちょっと出てきたねとか、いろんな意見を言ってもらえるんですよ。まあ、大体痩せてくるとやっぱり褒め言葉が多くなってくるんですよね。皆様からの声をもらうことでモチベーションが上がるんですよ。一人で黙々とやるのが得意って人はもちろんね、そんなこと必要ないと思うんですけど、自分だけでやってると煮詰まっちゃうとか、こう誰かに応援してもらわないと頑張れないっていう方は、自分の SNS なんかでトレーニングした後、運動した後の自分の体型をですね、アップする、自分でこう振り返った時に、あ、そっか、こんな体だったけどこんな風に変わったな、そしてできれば何キロ痩せたとか、ここら辺が絞れてきたとか、そういうコメントとともに書くと、自分のこう記録になっていくので、見てる人もそれを見て、あ、なんか頑張ってるな、ちょっと応援したいなっていう風に思ってもらえる。で、それで実際に応援してもらうと自分も頑張れるっていうね、この人に見てもらうっていうのは実は結構大事かなと私は思っております。というわけで3つのポイント、最初は適度な運動、そして食事制限、そして2つ目は頑張りすぎないメリハリをつける、そして3つ目は人に見てもらう、この3つを実践して私はこの1ヶ月で5キロ痩せました。86キロから81キロまで落とすことができました。ぜひ皆さんもよかったら実践してみてください。天童清隆 YouTube チャンネル、ぜひよかったらチャンネル登録、そして高評価ボタン、それから通知ボタンをですねオンにしていただけるととっても嬉しいです。皆さんからのコメント全部読んでるので、ぜひコメントたくさん送ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。